昨日感染が確認されたのは郡山市で13人、いわき市で9人など、県内9つの市と町で合わせて39人です。また、おととい、県内の医療機関に入院していた90歳以上の女性が死亡し、県内の死者は171人となりました。 一方、福島市は市内の学習塾で講師4人と生徒3人の合わせて7人の感染が確認され新たなクラスターに認定したときのう発表しました。入院は268人で重症は13人また自宅療養者は94人と36日ぶりに100人を切りました。 こうした中、12日に期限を迎えるまん延防止等重点措置と県独自の集中対策県は今後今後の県内や隣県の感染状況などを見て対応を決めたいとしています福島市の学習塾で発生したクラスターではきのうまでに塾に通う生徒と塾の講師合わせて7人の感染が確認され さらに二次感染で熟成以外の生徒二人と家族三人にも感染が拡大しました福島市の小畑市長は昨日夜臨時の会見を開き子どもの感染が増加傾向にあるとして危機感を示しました学校あるいは幼稚園保育所あるいは本当にこういった児童関係の施設の波及というのは非常にあの私としては心配をしております こういういいいクラスター出やすすくなってておりますのでぜひあの注意をししたただきたいし市は感染が確認された生徒が通う市内の中学と高校合わせて5校のうち2校できのうから学級閉鎖を行っていて濃厚接触者への検査などを進めることにしています、はい、この福島市で発生しました学習塾のクラスター、なぜ感染が広がったのかこちらで見ていきたいと思います。 市によりますと学習塾は講師15人、そして生徒63人で生徒の自宅、または塾の中で個別指導を行っています。これまでに塾の講師4人と生徒3人の合わせて7人が感染さらに二次感染で塾に通っていない生徒2人と家族3人がにも拡大しました。 感染が確認された生徒5人が通う市内の中学と高校は合わせて5校に上りましてこのうち2校で昨日から学級閉鎖を行っていますこの塾の感染対策としては検温や机の消毒、窓を開けての換気のほか講師は常時マスクをつけて勤務していましたが感染したうちの3人は 咳や発熱などの症状が出ていたにもかかわらず指導にあたっていたということです市は講師から感染が広がったのではないかと見ていますこうした状況を受けまして福島市では学習塾や児童クラブスポーツ少年団の管理者や指導者に対しまして体調が悪い職員がいたら休ませるなど改めて感染対策を徹底するよう呼びかけています